東京都交通局10-000系電車は東京都交通局新宿線で使用されていた通勤系電車。形式名は東京都交通局の公式発表によるとマイナスを抜かして1万型と読むことになっている。1971年に試作車が製造され走行試験のため三田線に搬入された。その後、1978年から 新宿線の開業準備により量産車の投入が開始され、試作車も台車を交換した上で同線に転属する。そして、路線延長、8連化、列車増発などで徐々に増備を続け、1997年までに8両編成28本の計224両が製造された。しかし、初期に導入された車両は内部構え体に不通行を使用する。 セミステンレス構造により老朽化が進んでいたため、試作車両の4両を含む1979年までに製造されたセミステンレス車108両は2004年12月から2006年8月にかけて順次、新型車両の10から300型と10から 300R 型に置き換えられた。その後、中大工期に導入されたオールステンレス車両も2013年度より10から、 300系のさらなる増備により置き換えが進められた。20メートル片側両扉き四扉の車体である。座席はすべてロングシートである。側扉窓ガラスは金属指示である。当初から冷房車、または冷房準備車として設計され、屋根や天井が当時の地下鉄車両としては高い。客室床面には手電動起点圏外が設置されている。 新型車両の増備及びダイヤ改定に関連する量数改変によって2018年2月11日に全車両が引退した10から000系運転台。速度計はデジタル ATC 改造に伴い白軸黒文字のものに交換された T 型ワンハンドルマスコンで立候補4段、常用制度7段と非常制度を1段である。 TNS 装置のモニターは当初デスクに設置していたが、KOATC 導入に伴いモニターは運転台後部に移設され、代わりに KOATC 関連の表示灯が設置された。もともと速度計は黒字だったが、デジタル ATC 改造車は白字のものに交換された。なお、デジタル ATC に改造されなかった先頭車は、10から 300R 型先頭車に差し替えられた6本と、 デジタル ATC 化事に運用を終了した一本のみで、それ以外の編成はデジタル ATC 化された。乗務員室と客室の仕切りは中央に乗務員室、扉、その両脇に窓が配置されており、このうち運転席反対側は二眼窓となっている。いずれの窓にも車高膜が設置されている。なお、KOATC 導入に伴ってモニターを移設したため、 運転席背後の窓は化粧板で塞がれている。6M2T の8両編成で、車種は元ヤータ方から TC1M1M2M1M2M1M2TC2 である。制御装置は m 1に、補助電源用の電動発電機は m 2に、空気圧縮機は M2 と M2 に搭載される。終電装置は M1 に搭載されるが、2.6号車は2機、4号車は1機で、 ある。車両番号は、二桁の数字の後に配分を置き、その後に三桁の数字を配置している。配分以上の二桁は形式を、配分以下の三桁のうち、上二桁は、編成番号を、下一桁は編成内の順位を表す。編成順位を表す数字は、元やがた方から0の2、5から9で、3と4は重量化用に結番とし、6両編成時は、 7と8も結番としていた。本形式での重量化は最後まで実現せず、重量での運用は、京王帝都電鉄の6 0 0 0 8プラス2編成と9 0 0 0重量編成、そして後から10から3 0 0の重量編成でまかなわれた。ただし、10から 300R 型の組み替えの過程で3.5字車を抜き取った。 セミステンレス車6両に10から 300R 型暫定、編成に蘇生していた、セミステンレス車4両を挿入して、京王相模原線の若葉台から、新宿線の大島へ10両編成で、廃車改装したことはあった。本形式は、1971年から1997年まで27年に、渡って製造されたことから、車両の製造時期ごとに外観などにおける相違が、 見られる。10から000系試作者運用離脱を告げるヘッドマークを装着している。10から010回10から000系1自車。全面形状は7自車まで引き継がれた。車体構造は3自車からオールステンレスとなった。画像の前から6.7両目は後に組み込まれた車両で車体構造が異なっている。十から零二零回1から零九零 f と十から零一零 F の15.0160から100回から10から180回、10から 000K3 次車10から190回から、10から210回10から120回から10から180回の、末尾7.8車内設備10から 000K4 次車、更新工事で、幕式から LED 方式へと変わった。10から220回10から230回10から010。 会十から110回の末尾点八十から240回、10から250回、10から260回、10から270回、10から二百八十回また、三田1六千三百型と、ほぼ同タイプの l e d 二段表示式の車内、案内表示器を、ドア上部に千鳥配置で設置された。この八時車の車内表示器も七時車と同様に、京王線内では長い間行き先表示のみの、 対応だったが、2006年から停車駅案内機能など、新宿線内と同様の表示が可能になった。10から300型と同様に、新宿線と京王線とでは若干表示が異なるが、停車中の表示は両線とも同様である。8次車の登場により、1998年頃から、試作車から2次車までの編成が、B 修全工事によって更新され、 その後3次車以降にも更新者が出た。普段乗客の目に触れる部分の内容は以下の通りである。座席モケットの張り替えと車両番号表記色は3次車以降も同じ時期に先行して変更された。その後3次車以降では吊り革の増設工事を追加している。2009年度からは10から220回、10から230回、10から240回の3編成を対象に、 更新工事が施行された。7.8次車と同様に、車外スピーカーの設置、前面、側面行き先表示器の LED 化が行われた。側面行き先表示器は、車端部から車体中央部へ移設されている。また、10から 300R 型と同様の車内案内表示器自動放送装置、ドアチャイムが新設されている。1999年春頃、 二次車編成で二段窓の下段部分にビールの広告を貼り付けした編成が数本存在していた。当時はまだ東京都の屋外広告条例による規制が厳しい時期であり、都営バスでのラッピングバスが登場する前であったためかなり異様な状況だった。その後は車体にシールを調布する方式を採用したため、車体広告の中でも珍しい部類に入っている。 この車体広告は新宿線以外の都営地下鉄各線でも実施されていた。この車体広告に使用したシールの素材は、その後と A バスの校車ドア後方窓に重複するようになったミンクルシールと同様に、外側からは内側が見えにくいが、内側から外側は見える特殊な素材を使用し、車内からの視界は確保されていた。 本形式の車内に掲出されている地下鉄路線図は、登場当初はドアと窓の間にある座席上の広告枠のうち1枠を使って形出していた。しかし、10から300型が登場した頃からは、新宿線の路線図と共にドア上部に掲出している。2005年の DATG 導入に合わせ、3から8次車では車上装置の交換が進められ それ以外の車令の高い車両は廃車とし編成が不足することからすべて新造車による10から300型が登場している。長らく10から 300R 型に組み込んだ車両以外は確定の種別表示はされていなかったが10から220回から10から240回は更新工事を施行した時に残りの編成も2013年2月22日の京王線ダイヤ改定に合わせて 確定の表示をするようになった。KO 線用の SR 無線アンテナの形状は、当初防系だったが、ATC 機器更新の際に、無線設備の更新も行われた関係で逆、L 字型に取り替えられた。また、枠上無線アンテナも一部編成で撤去が行われている。2010年2月22日に発表された東京都交通局時期経営計画、ステップアップ二0 1 および2013年2月に発表された東京都交通局経営計画2013において2013年度と2015年度に新宿線の車両計6編成を新型車両に置き換える計画が発表された。2013年度は10から300計3次車の導入に伴い10から190回から10から210回が廃車となった。 東京都交通局の公式発表では、2016年度と2017年度に、重量編成の新造車を5編成ずつ導入し、車両の置き換えを実施するとされた。この置き換えにより、2016年度は10から300系5次車の導入に伴い、10から220回、10から230回が廃車となった。2017年度には、同年8月14日に10から250回が、 廃車改装されたことによって7次車以前の車両は全廃となり、同年8月以降は8次車のみが運用されていた。その後、ホームドア設置に備えた新型車両10から300系の増備によって2018年2月11日に運転を終了した。なお、8次車は運用開始からわずか20年で廃車となった。これにより、東京都交通局が保有している。 鉄道車両はすべて VVVF 制御車となった。ありがとうございます。